ということで、なんかすごい豪華な夜ご飯が届いて、ちょっとすごいんですよ。なんかこんなことになってて、すごい変わってたんですけど、ちょっと今からご飯を食べつつ配信したいと思います。ということで、いただきます。ちょっと待って、一応隠しとかないとね。すごくない？なんかこんないっぱいある。立派、めちゃくちゃありがたいです。いただきます。こんな立派なご飯いただいていいのかしら。ステーキとかあるんですけど、まずは写真撮ろう。すごいんだけど、なんかあ、米ある。お米もあるし、なんか味噌汁もある。今日は稽古でもうめちゃくちゃ疲れて今帰ってきたところです。ちょっと鉄メイクが名残ってるかもしれない。赤いかもしれない。いただきます。アスパラが好きなのでアスパラ食べます。うん、こんな豪華なご飯食べていいんですかっていうレベルで豪華。もうお昼抜いたからめちゃくちゃしみる。おいしい。あのテレビつけたいんだけどね、テレビつけると映っちゃうからすっごくね見れないんだよね。この赤いドレッシングって何なんだろう。もうこんなに出るって期待してなかったから、なんか冷凍食品買ってきちゃった。人参？人参のドレッシング？これ何？ハム。めちゃくちゃ美味しい。ということで、まあ、今日は4ヶ月ぶりにジョンマイラブやったんですけど、いや、和食でもやり洋食でもある。ご飯と味噌汁でね、まかパンとスープも選べたの。どっちでもよかったけど、今日は和食の気分でパンと、間違えた、ご飯と味噌汁にしたんだけど、4ヶ月ぶりのやっぱなんだろう、みんなは生きてるよって言ってくれてるけど、個人的にはなんか納得いけなくて、緊張がよくて、まあみんなにも言ったと思うけど、本番に弱いから、寝る気はあるのに緊張分かってできなくてっていう、でアホみたいにまた泣くっていう。で、私は一回泣いたらスッキリするタイプなので、いつもこう泣いて自分を落ち着かせてるんですけど、お肉美味しい。まあ悔しいって思うほど変われると思うので、
ちょっと頑張ってみます。そう、リサさんにねちょっと電話しちゃったの急に。量が多くてこんな食べられない。絶対天ぷら嬉しい。天ぷら食べたかった。結構な量あるからね。トマト。このトマトちょっとトマトだ。上とかちょっと。ちょっとトマトだった。すごい美味しい。でもこんな美味しいご飯食べさせてもらっていいんですかって感じなくらい美味しい。いい音。あこは自分に気づかないけどめっちゃしゃくってて、音を歌いながら気づかなくて嫌だなって思った。なんかこのアイドルのステージ立ってる時に多分しゃくって歌ってるんですよ。それしかももう最高。ナスとかぼちゃとさつまいもが一番好きなんです、天ぷらで。一番好き。シトウも好き。もう私の大好きな天ぷらオールマイティー。天ぷら食べに行きたい。
日本橋やっぱあるよね。日本橋に、私もずっと気になってる日本橋にあるお店、お肉見て美味しそう。なんかでもこの赤いソース私苦手なんだけど、なんだろうこの赤いソース、赤いソース、何ドレッシング、昨日のメールも今来た。うんうん、何ここ、なんか赤い、めちゃくちゃ赤い。でもお肉おいしい。ちょっとしかない、4切れしかない。なんかすごい癖あるドレッシング、赤いよ。なんだろう、なんか癖ある、ちょっと苦手かも。おしゃれだけど、うん、なんかココナッツパイ食べたいのに、ドレッシングがちょっと苦手で食べれへん。お残し良くないけどね。うん、辛くない、なんかね、いや、うんね、オーロラソースとかじゃない、すごいでも新鮮なものを使ってそうなドレッシング、シャビシャビ系。普通に美味しい。うん、かぼちゃかな、さつまいこか、さつまいこ、さつまいもか、何食べようか迷うけど、ナスから食べようと。うん、1142。昨日も天ぷら食べたかも。でも本当に私アナゴの天ぷら大好き。
でも急に話変えますけど、コロナがやっぱり多くなってきて、なんだろう、結構坊ちゃん劇場って、ちっちゃい団体の方が結構来てくださる方が多いんですけど、やっぱキャンセルになっちゃってっていうのが多くてです。人が少なくなっちゃってるみたい。寂しい。寂しいけども、仕方がないですからね。もう最近めっちゃミルキーさんに似てるってよく言われる。嬉しい。穴子ない、なんかチャーシューみたいなの食べた。めっちゃお腹空いてる状態にさ、ご飯あんまり入れられなくない？ちょっとお腹いっぱいになってきたの。今は緊張してますけど、明日ファンの方の前でやってみてって感じですね。スイカある。私キウイ痒くなっちゃうから食べれないけど、スイカがあるの嬉しい。かぼちゃじゃなくてこれは人参だったりする。かぼちゃだよね。かぼちゃでした。でも、人参の天ぷらってあんまないか。かき揚げくらい。エビ天食べます。エビ天もなんと2本入りです。さすがにやっぱ昼食べてないから。めっちゃ虫がいる。めっちゃ虫がいるの。
ちょっと部屋に蚊いるし、普通に止まってた私の腕に昨日、あっと思ってふってって飛ばした。虫除けスプレー買わないと。買うべきかな、やっぱ。でもなんか今薬局で5000円分くらい買い物してた。何買ったんだろう。なんかメディキュット買っちゃった。絶対ガガンボはいる。 100% いるよ。岐阜にいて愛媛にいないなんてこと。何、自分の体に振りかける虫除けスプレーってなんていうの、ベープ。これに行こう。いやマジでガガンボもジーって呼んだ方がいいレベルだよ絶対。おすすめ教えて。虫除けリングがいいの。でもじゃあ緊張るって家に置くやつでしょ。うんうん。体につける虫除けスプレーが欲しい。ガガンボ知らない？ガガンボって虫がいない。まあ弱そうだけど。なんかネットに見るか。お腹いっぱいになっちゃったよ。全然食べれてないんだけど。ここにもかぼちゃがいるわ。薬局で買う虫除けスプレー、何がいいか教えて。肌にかける虫除けスプレーのスキンガード、 OK。 スキンガードね。みんながガガンボ知らないよね。なんかいっぱい。でも天ぷら食べたし、スイカ食べよう。でもまた後で食べてもいいしね。なんか空いた時に。おいしい。おいしい。なんかめっちゃおいしい。おもがいか。
一旦ラップかけとこう。確かに種ないスイカはいいね。眠くなるよこれは。もうただでさえ眠いのに。明日は朝公演なので、頑張ります。ファンの方も朝公演よろしくお願いします。まあ1時には寝たいかな。12時からそんくらいみたい。緊張は今はそんなしてないけど、やっぱ劇場行くとちょっとします。じゃあご飯も食べたのでランキング見ます。早いけどごめんね。ちょっと明日から4日間かな。なので今日ももう丸々1公演通してきたので、もう体力がないです。ランキング見ます。13位梅昆布茶とマーク名取丼さん、12位しんすけとマーク名取丼さん、11位中心さん、10位中心とマーク超大盛り名取丼さん、9位亀さん、8位あっすんさん、7位ゆうきさん、6位YK やったまん、今日も安定かわいい、稽古お疲れ、明日本番がんばさん、5位まちゃひろさん、4位けんせいまきしさん、3位ロロさん、2位 TK たんからあったまーくタイのなだりどんさん、1位ダイヤくんあったまーく飛行機から失礼しますさんです。ありがとうございました。では明日からジョンマイラブよろしくお願いします。おやすみなさい。またねー。